夜中の2時でございます。おっ、来た来た来た、ヒットヒットヒット。おお、釣れた。え、ここね、真のポイント略してシンプって言うんですけど、おっと、ついにほら、うわ、待って待って、でかいぞ。お、危ない。タモいけるか、そのまま一回落ち着きましょう。お、チンだチン。危ない。おっと、これをさばいてみんなで美味しく食べましょう。はい、ということでね、持ち帰った魚、こちらですね。3時間にしては結構いい釣果じゃないですか、配線にしてはね。こちらがチヌですね、チンが2匹。これで途中で釣れました。このカメラは回ってないんですけど、自分が粘ってね、いっちゃん帰った後に釣れました、私が。で、こちらが、ちょっとわからない魚。これ調べたところね、マングローブジャクソンという魚らしいですね。こっちがヤマトビですね。まあ、なぜ初心者だからよくわからないっていうね、とりあえず釣れましたのでね、ここからさばいていきましょう。僕がチンをさばいて、で、自分がこのマイケル・ジャクソンじゃなんですよ。マングローブジャクソンマングローブジャクソンをこれ2つでさばいていきます。でこれもついて唐揚げにしてね、食べたいと思います。はい、じゃあ早速ね、鱗を取っていきたいと思います。はい、どうぞ。で、内臓も取っていきます。お、なんかカニがいる。うわ、カニの片鱗ですね。わー、カニを食って生きてきたんだ。グロいですね。そのさばいてる魚を見て怯えてるのがこちらですね。目が点ですね。目が点ですね。どんどんさばいていきましょう。先ほどよりサイズアップのヒッターが釣ったやつね。まさか夜釣りでね、あんな釣れると思わなかったんで。そうですね、びっくりしました。じゃあ内臓も取っていきます。あれ、何これ。おお、あ、え、魚、サンマだ。あ、これ俺が餌にしてたやつだ、サンマ。そうなの。一回取られた餌。取られてはないんですけど、巻き餌として巻いてたんですよ、頭。ああ、それを食ったんだ。それを一口食うとはね、すごいね。ここから入るんですね、一口で。結構でかいですけど、あれ入るか、これ。入らない、何これ。あれ、人間の力で入れられた、もしかして。すげえ、これもちょっと丸のみですね。すげえぞ、この魚。この魚の胃袋どうなってんのシリーズ、楽しいですね。楽しいですね。新シリーズ勝手にコーナー作られましたけどね。このミニサイズもね、釣れた魚はね、全部食べていこうと思ってるんですよ、自分。海に返してもね、大やけど負った状態でこの海水よりはまだもう食べるっていうね、責任。仲間の力もね、お前人の手形ついてるぜ。そう、いじめられる可能性がありますからね。まあ元気で輪廻転生してほしいですね。今浮き袋がパンクしましたね。この胃袋どうなってんの。さあ、何食ってんのかな。何もなかったですね。で、こちらの方ね、唐揚げにするので、骨ごと食べられるようにね、骨ごと切れるように、この通りにね、羽を作ってあげますね。骨をむき出しにすることによって、骨ごとパリパリ食べられるんですよ。天使にするってことですね。そうです。死んだ魚を天に返してあげる、それが釣り人の役目でもあるんですからね。いわゆるこれスカイフィッシュでしょうか。スカイフィッシュですね、これ。羽が出てますよ。実写版スカイフィッシュですね、これ。こちらも同じようにね。すごいね。これまだ内臓が残ってますね。そこら辺がちょっとね、マゴロクさんと俺との差だな、これが。はい、じゃあこちらの魚ですね、下味つけたいと思います。中の身までちゃんと味が浸透するように。はい、じゃあこちら沖縄といったらね、はいさい小麦粉ですね。はいさい小麦粉、わざわざ意識してるわけじゃないですよ、これは。たまたまね、たまたま100円で売ってたの。これ、この量で100円ですからね。とりあえずこれ使っていきます。これまんべんなくつけますよ。はい、じゃあこちらも OK ですね。余った粉はね、スパンキングして余分な粉を落とすと。よし、じゃあ油温度どうなるかちょっと確かめてましたね。油の中どうなってんのの粉なんですね。あ、ブク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 いってますね。大丈夫じゃないでしょうか。同じタイミングで上がるようにね、でっかい魚からね、料理の基本としてはですね、火が通りづらいものから先に調理する、これが基本ですね。なるべく料理は一緒に揚げるようにしましょうね。とりあえずいきます。おい、いいですね。これで上がるのを待つだけですね。揚げてる間に次の料理を作る。料理はね、効率よく作らないといけないですね。効率よく。はい、こちらですね。こちらの魚、唐揚げせずに沖縄の定番マース煮ですね。あ、出ました。マースっていうのは方言で塩って意味なんですよね。そうですね。なんと調味料塩しか入れません。そうなんです。素材の味を楽しむ、実にシンプル、しかもうまいんですよ。ちょっとね、油も欲しいなと思ってちょっと油入れましたけどね。キラキラしてますね。キラキラしてますね。マース煮ですね。女子のほほしてますね。ほほしてる。ラメが入ってるわけじゃないですからね。食べれるラメですから、これ。食べれるラメ。女子の方がいいですね。じゃあこちらマース煮の方ですね。塩だけですね。素材の味を楽しむって言っても、ワンチャン食べれない魚かもしれない。食べれない魚かもしれない。これが臭い魚だとね、臭みを消すためにね、ニンニクとか生姜とかいろいろ入れるんです。けど、今回はシンプルに塩だけにしましょうね。いろいろ泡盛とかも入れたりとかね、いろいろ家庭によって変わるんですよね、このマウス煮の作り方っての。おあーやべやべって首が取れちゃってるんですけどね。首の皮一枚つながってますねまさしくその通りですね。さあ今日の晩ご飯のハンバーグは超えれるのかとりあえず蓋をして待ちます。もう出来上がってるね。出来上がってるようですね。よいしょ。はい、思ったよりスカイフィッシュになってないですね、これ。なってないね、うん、気をつけてますね。気をつけしてますね、規則正しい。はい、こちらもこれはちょっとスカイフィッシュになってますけどね、なってますね、うん、これはもうここまで揚げるとね、骨までバリバリ食えますよ、バリバリ、うん、美味しそうじゃないですか。美味しそうだね、うん、美味しそうですね。すごい完成と、うん、マス煮がすごいことになってますね、これ。ブブブブってジャグジーですね、ジャグジーセルブになってくるんですね、これはい、ということでね、はい、先ほどたけしが作った、こちらマングローブジャクソンのマース煮とマングローブジャクソンの唐揚げですね。食べていきましょう。はい、いただきます。じゃあここの背の方からいきましょうね。お、可もなく不可もなくですね。若干臭みがありますね。ちょっと性質が悪かったせいですからねあ、でも素材の味が生きてきて美味しいですね、まあ、非常に淡白な味わい。じゃあこちら唐揚げの方いきますか。唐揚げいきましょうか。じゃあそのまま一口でいきましょう、はい、このこといきます。うん、おいしい。もう口の中が大量出血してますね今大怪我してますね。美味しいですよ。どれも食べていい、うん、お、来ました。あ、美味しい。普通に居酒屋に出ててもね、頼みたいレベルですよね、これ。美味しいです。これまでいけますね、うん、バリ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 いけて、ちょっと硬いですけど、うん、片揚げポテトの劣化版って感じですね片揚げポテトの劣化版。やっぱ唐揚げって美味しいな。お酒が飲みたくなる味ですね。美味しかったです。はい、こちらですね、チンをさばいていきたいと思います、はい。疲れた。お、テラフォーマーズです。マーズランキング1位のひっちゃんがね、これ捕まえましたね、次にゴキブリを素晴らしいですね。すごいですね、この男ゴキブリ怖くないって言ってますからね。でこちらこちらのゴキブリをね、うん、洗剤の方でこう、うん、ああ出た、こうやってもうこうやってまでゴシゴシしますすると窒息しますからね。ここにね、ほら汚れが取れるようにここで背中でね呼吸していってますから、ね、呼吸、はい、脂肪ですね。おお、まだ生きてるじゃないですか。お腹だっけ。お腹だったな。顔面だと思いますけど。じゃあお腹、こちらのお腹の方ね、洗剤をたっぷりかけて、うん、軽く水洗いすると、うん、もう虫の息なんですね、これで。本当か。あれっすよ、ゴキブリって頭がなくなっても餓死で死ぬくらい生命力高いって言われてますからね。うん、死んでますね。あ、なんか触覚が動かなくなりましたね。うわ、死んでますね。あ、ちょっとピクピクしますね。これをピクゲーって言いますね、通称ピクゲーなんですか。ピクピクして死ぬことをピクゲーって言います初めて聞いたんだけど